はい、建築情報学チャンネルです。こんにちは。私は慶応義塾大学および IKDS の池田康と申します。ノイズの豊田です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、これは建築情報学チャンネルという名前の YouTube 配信をこれから始めますよという、まあ、いわば、番組宣伝ですね。予告編ですね。はい。で、皆さんは、じゃあ、その一体建築情報学チャンネルって何なんだよと、あるいは建築情報学ってそもそも聞いたことあんまりないけど、何なのっていう人もいっぱいいると思うんで、番組宣伝を兼ねて、今日は建築情報学チャンネル、あるいは建築情報学についてを少し紹介したいっていうことでいいですか、豊さん。はい。今日はウォームアップで、これから定期的にやっていくので、それがどんなものになるかっていうのをざっくりとご説明する機会ですね。で、次回からは、後でやりますけども、ちょうど僕らが今やってるみたいな形の、2人ホストと、まあ、ゲストに分かれた、対談形式で、リレーでずっとやっていこうと思ってるんですが、まあ、今日は、我々2人がまずは、とりあえず、それをシミュレートする形でここにおります。で、さて、建築情報学なんですけども、もう、僕たち、この何年ぐらいやってますかね、この建築情報学って言い出して。言い出してからは結構ありますけど、イベントとかやり始めてももう2年ちょっと経ちますよね。そうですね。で、だけど、さらに本当はもっと多分、僕らが勝手にそう呼び始めただけで、建築における情報システムの利用とか、あるいは情報と建築の関わり方は、まあ、最初からとも言えるし、我々より先輩でそういうことに取り組んでた人もいっぱいいるんで、まあむしろもう何十年もある分野だと思うんだけども、まあ、名前がついてなかったっていうか、はっきりと逆に言うと形を持ってなかったのを、建築情報学っていう少しちゃんと分野として確立した方がいいんじゃないかなっていうことを言い出したのが、2、3年前と。で、僕も今実は自分の大学の研究室は勝手に、建築情報学研究室と 言っていて、で、その建築情報学っていうことを、まあ、もっと広くいろんな人を集めてコミュニティを作りたいっていうふうに思って2年間ぐらいやってるんですけども、その活動をどうやって幅を広げていこうかっていう方法が、なかなかこれも、難しくて、で、そうこうするうちにコロナになってっていうんで、じゃあっていうのが始めたのがこの、建築情報学チャンネルっていう新しいアクティビティのあり方じゃないかなと思ってます。だけど、まあ、建築情報学そのものもそれとは別に、今、本を作ろうとしてですね、トロさん。そうですね。建築情報学の教科書的なものがあって、で、学会があって、その2つが基本のセットになることで、全国の大学で授業もできるようになるし、論文とか書いて研究もたまるようになるし、で、まずその土台作ってから、じゃあ何ができるのかとか、どんなジャンルがあるのかっていう議論をもっと深めていこうよっていうのが今の動きですよね。なんで、できれば、まあ、本もちゃんと出したいし、それから将来的には、論文集みたいなもので、いわゆるジャーナルで、論文をきちんと査読してっていうような、そういう固いこともやんないといけないかなと、もちろん思ってますし、そのために、いわゆるオーソドックスな、学会っていうのこういうもんだね、みたいなところも、必要な部分もあると思ってるんですけども、でも、そうは言いながらも、我々の標榜をする、こう、社会と情報との新しい形をやろうとするのに、何も、旧態依然としたやり方、をなぞらえるところからやらなくてもよかろうと。いうんで、じゃあ何があるかって言ったときに、やっぱり今時は YouTube かなっていう ことで、YouTube 配信によるコミュニティ活動って言ったら変ですけども、このアカデミックなコミュニティを YouTube を通じてやっていくっていうのが面白いんじゃないかということなんだと、思います。
で、まあ、学会の立ち上げ準備と、その教科書の立ち上げ準備を、去年までやってたイベントよりも、今メンバーがだいぶ加わってくださってる人が増えてきている形で、継続的にずっと水面下で続けていて、本の方ももうかなり、完成に近づいて、構成が進んでる状態で、で、学会もそれに合わせて立ち上げ準備を着々と進めてる状況ですと。で、それの発信も当然しなきゃいけないし、いろんなコミュニティをより拡大していく試みもしなきゃいけないんだけれども、で、じゃあ建築情報学会って何なんだっていう、建築情報学って何なんだって発信をしなきゃいけないところでコロナ状態になったので、で、じゃあこれでこう働き方とか生き方自体もどう、だいぶ変わるだろうと。で、それに対関して多分建築情報学的な視点とか動きてもいうのも少なからず関わるだろうっていう時に、せっかくこの内部でやっている、この界隈っていうのは何だかよくわかんないですよね。うん、もうその人たちが何かしらこの状況に対して発信ができるとか、こんな風に考えてるんだっていうのが少しでも、いろんな人の役に立てばとか、インスピレーションになればとか、新しい価値評価の何か基準になれば、っていうのもあって、今こんな状況なんで、むしろ皆さんに気楽にリーチできるような手法を少し考えてみましょうという話になったってことですよね。あんまり堅苦しくしたくないんで、毎回こうちょっと短く、こうでも面白い話を、まあ、リレー形式でって言ったのは、今回のホストとゲストが、次々にリレーでこう、交代していきながら、で、ちょうど僕らが今やってるみたいにですね、バックでその人がやったものなんかを少し、何気に流しながら、気軽なこう、会話の中で建築情報学の種を皆さんにも感じてもらえないかなというぐらいでいいんじゃないかと思うんですよね。うん。まだ建築情報学自体が何だか我々も当然定義できてないし誰も分かってないので、うん、まあ、関係者が思うちょっと今時こんなの考えたら喋ったら面白いんじゃないっていうのをまあ気軽にお互いに提供し合いながら、興味とか、対象の幅をみんなでこう共有していきましょうぐらいの気軽な感じの意図ですよね。そうだよね。まあというわけでぜひこれいつから始まるんですか？ 2 週間後？これから隔週で毎週木曜日の夜にやっていこうって話にもなってるんですね、うん、ここにチャンネル登録をしたもう既にしてもらってる人もいると思うんですけどしていただいて、毎週こうこのちょっとした建築情報学トークを楽しんでいただければ、徐々に建築情報学会が形成されていくんじゃないかということを期待してます。そんなところでいいですか、今日は。はい。建築情報学って言っても、なかなかこう、建築の中の部分と外の部分とって、あんまり線を引きたくもないし、引けるものでもないっていうのがポイントなんだと思うので、まずはそうは言っても、まあ今立ち上げに関わってくれている人たちが、それぞれ小ネタを、酒のつまみ程度に毎週、喋りながら、うん、でもやっぱり外部っていうね、うちと外を作りたくないんですけど、でもいろんなジャンルの人からも来てもらってお話をしてとか、むしろ建築情報学って何ができんだよみたいな話を突っ込んでもらうみたいなこともこの機会にできればやっていきたいですよね。おっしゃる通り。はい。じゃあ皆さん、ぜひ、いよいよ始まる建築情報学チャンネルをお楽しみに。はい。来週、再来週からか。毎週、隔週で夜に配信していきますので、ぜひ登録してよろしくお願いします。よろしくお願いします。豊田さん、具体的にはもうこれ来週から始まるんですよね。隔週って言いましたけど、第1回来週ですね。はい。で、あ、でも来週って言っても。そうですよね。で、5日、木曜日。初回は僕たちでやろうと。はい。で、僕がホスト。豊田さんがゲストっていうことで、僕が、まずは、豊田さんをめっためたに切る。切らないでください、切らないで。そう、まず、そういうので、こういうやり方でやっていくんですよっていうことを、初回からやっていきましょうっていうことですね。そうだね。持ち回りテレフォンショッキング形式で、
一回ゲストだった人が次の2週間後にホストになって、また誰かを呼んでっていうのをリレー形式で回していく感じですね。わかりました。じゃあ、楽しみにしといてくださいね、トヨさんも。はい。25日夜10時、めっためたに切られないように用意しております。はい。はい。